どこへ向かっているのかな。もうわかんないや。小石の姿も見えないし。私はこのまま迷いを抱えたまま一生を迷い続けるのかしら。それだけは嫌だわ。だって一人で迷い続けているんでしょ。場所も場所で、ここがどこであるのかさっぱりだし。私の見慣れているようなそんな世界には一切見えないしで。ああ、どうして変な世界に迷い込むのか。素朴な疑問だわ。ワンダーランドの探索なんて、これまで何回してきたことか。そんなこと、延々と考えていても意味なんてなさそうだわ。それよりも今日はどこに寝泊まりするか、考えないと。民家らしき場所も村のような場所もない。夜になると危険なのはわかるわ。月夜に照らし出されているからまだまだ明るいけど、このまま暗黒のように当たり一切が視認できなくなるくらいになると迂闊に前へ進むことはできないわね。だとすると、って、何かしら。何か起きているわね。さっきからよくよく見ると。これは、森の中で迷った時の目印というか道しるべに使うようなものだわ。でもなんで大量のクルミが起きているのかしら。森の野生動物が落としていったのかな。でも霊夢さんとしては他に行くあてもないし。ここで月夜に照らされながら迷っていてもただただ時間が流れていくだけだわ。このクルミを辿っていけばどこかへ行けるかもしれないわね。でもクルミを落とすくらいだから、よほど道に迷いやすいのかしら。こうして霊夢はクルミを歩み、森の方へ進んでいった。果たして森の中には何があるのだろうか。何か霊夢に待ち受けているのか、気になるところだ。森の中だわ。でも急に明るくなってきたわね。夜明けが来るのは早すぎたのかしら。じゃあ、クルミはまだまだ続いているわ。きっとこの奥に集落のような場所があって、このクルミを落としていった持ち主がそこにいるのかもしれない。持ち主に出会えれば、ここがどこなのか、いろいろなことが聞けるし。霊夢さんとしては一人ぼっちなのも嫌なのよ。別に寂しいとかそうじゃないけどね。見る感じ鬱蒼とした森ね。奥に進んでいったら一体何があるのかしら。精霊さんが住んでいるような湖なんかも出てきそう。あれ？クルミが落ちている方向が枝分かれしている。つまり分かれ道。でも前にも右側にもクルミが落ちているわ。ってことは持ち主は複数人いたってこと？はぁ、なんで分かれ道なのよ。霊夢さんはそういうの選ぶのに悩むのよ。さっきも悩んでいたというか迷っていたというか。ああ、人生の歯車はどうも迷いを生み出しやすいのかしらねー。でもこれはどっちが正解かはわからないし、変なトラップとか仕掛けられているのかもしれない。じゃあ右側にあえて進んだらいいのかしら。うん、右側だわ。こういうのって大抵前に進むとトラップに引っかかるパターンが見えるわね。だけど霊夢さんにはそんなのお見通しなのよ。罠にもトラップにも引っかかるわけないじゃない。おお、なんだかそれらしい場所に出てきたわね。やっぱり右側で会ってたみたい。ふう、きっと前に進んでいたら今頃罠に引っかかって、泣いていたかもね。それにここなら野宿するのにはいいかもしれないわ。湖もあるんだし、景観も最高。でもテントが立っているからもうすでに誰かここでキャンプしているのかしら。ほら、あそこでバーベキューか何かをしていたように、機材も置いてあるし。というかこの森のことについてはまだわからないけど、案外レジャースポットなのじゃないかな。だってこんなに綺麗な湖もあるんだし、森の雰囲気も神秘的だもん。人影は見えないから遠くに離れているのかな。じゃあ、霊夢さんがすることは、ただ一つ、ここにあるものをお借りしようじゃないの。違うわ、盗むとかそんな悪しきことをするわけがないじゃない。マリサじゃあるまいし。ただお借りするよ。お借り。借りるだけなら盗んだことにもなんないし。ああ、ちょうどこんなものが身の回りに備わっていたら生活も困んないと思うわ。それにこの調理器具も万能そうだし。あとは、動物の剥製に、
観葉植物に、いろいろなものが揃っているわね。持ち主は常に旅を続けているのかしら。いろいろなものを携帯しているようだけど。って、あれ？よく見ればクルミもある。森の中へ落としていたあのクルミよね。じゃあ、ここに来るまでに森の中を歩き回っていたんだと思う。それなら持ち主はこの近くにいるんじゃないかな。霊夢さんとしてはてっきり集落があるのかと想像していたけど。待ってちょうだい。まあ大変なものを見つけたわ。これも持ち主が持っている持ち物かしら。え、でもアバンヤルドすぎない？ドラゴンとか翼竜の卵のようにも見えるわ。これって、も、持ち主は一体何を探していたのかしら。こんなものを集めているって聞くとゾッとするけど、肝心の持ち主の人物が不明なのでなおさらなのよね。誰かと過ぎてよー。え？ここまで、国は、もう安心かな。息が持たない。まったく、僕としたことが、なんていいところじゃない。あのままで式の生贄になって神に捧げられるところだった。機械に参加するなんて夢にも思わなかった。これが持ち主かしら。にしては普通におとなしそうな感じの子よね。服装からして何かやってますよ感溢れ出ているし。あ、ごめんね、突然。それであなたはこの場所にやってきたのかな。インディーズの探検心の重きの命知らせたちはこのような場所に群がってくるんだよね。ま、僕もその一人だが。僕の名前はイリス、ティモティルド・ラインズっていう秘境にやってきたものだ。添えさせるために来た範囲が、この木の便下にはまだ溶け込み添えにない。私は白霊霊夢よ。私も森の中で見つけたクルミを道しるべにここにやってきたの。あのクルミってあなたが巻いたもの？うん、巻いたよ、クルミを。まさか森へ来る人間が他にもいたとはね。少し安心だ。霊夢くんと呼ばせてもらおう。霊夢くん、僕に協力してもらえない？いいけど、協力って何を協力すればいいのかしら。まあ、そんなに難しいことではないよ。それに僕も案内するからね。ティモティルド・ラインズを調べる。調べ尽くすまで僕は任務を終えることはできないんだ。なるほど。そのディノケルなんとかは霊夢さんとしてさっぱりだし、ルインズってことは遺跡ってことかしら。そう聞くと気になるけど。遺跡なのは間違ってないよ。そうか、協力してくれるのならありがたいんだ。霊夢くん、それじゃあ行こうか。イリスっていうのね。でも悪い人ではなさそうだわ。この場所に勝手に入っても特に何も言ってこなかったし。ここが遺跡のゲート前。僕はこの先に進んだ。あのような機械に参加する前はね。これが、遺跡というのかしら。なんか RPG に出てくるような雰囲気ね。雰囲気というか確実にそうなのだけど。うん、入り口にしてはインパクトはすごいし、インディース好きなら食いつくような出来が。ではレイム君に最初に試練を与えよう。ここの入り口なんだけど簡単に開かないようになっている。そこでレイム君も持っている名前があるものを支払う必要が出てくる。支払うという言葉からお金を連想するよね。へ？お金？ちょっと待って。入場料とか取る感じ？遺跡でしょ？なんでお金が出てくるのよ。リーム君、そういうところなんだ。500ゴールドくらいの死にはなんか平気でもらえると思う。はぁ、しょうがないわね。どうせ払わない限りは先へは進めないもの。僕は500ゴールドを支払った。これで中に入れる。行こうか、リーム君。ちょっと待って。もしかしてまたこの先でもお金を支払うとかあるんじゃないでしょうね。さすがにゲート前だけよね。安心してくれて大丈夫だ。ゲート前だけだよ。それならよかったわ。あんまり消費したくないからね。え、イリス？どうしたの？確認ないと。レイム君、悪い。え、は？ちょっとどういうことなのよー。イリスちゃーん。イリスちゃーん。かくれんぼしてないで出ておいでよー。なんで逃げるのー。え、あの子は何？僕にはわかりません。な、何そんな怯えているの？あの女の子が怖いの？すごい探しているようだけど。
ん？何か声がする。さてはイリスちゃん、そこにいるんだね。隠れて隠れて。気づかれたみたいね。小声で喋ったはずなんだけど。イリスちゃん、ダメだよ、逃げちゃ。せっかく村に住んでくれるって言ってくれたのに、突然逃げるなんて。え、そうなの？村に住む予定だったんだ。でも逃げることは禁じられていたのかしら。死なない死なない。イリスちゃん、いい加減に。出てきてくれないと、そろそろ。わぁ、びっくりした。なんだ？虫だったみたい。突然霊夢さんの顔に止まるから。霊夢くん、それはダメだって。あ。あ、あなたは誰？草陰からひょっこりと顔を出すなんて。ねえ、もしかしてイリスのお友達？そうかな。イリスって子は知らないけど。私、白霊霊夢というものなの。ここに迷い込んできたしがない人間だわ。そうなんだ。私はサリアっていうの。この先の村に住んでいる村娘なんだ。霊夢ちゃん、よかったら来る？案内するよ。ほら、行こう。あれ、行かないの？もうちょっとしたら行くわ。だから先へ行っててちょうだい。そうなんだ。じゃあ私は先に行くね。近くで待ってるよ。言ったみたいだね。彼女はサリア。この僕を村に住まわせて、よくわからない祭りにムニアに参加させたんだ。天真爛漫でやかないけど、ちょっと機械なところが垣間見れぬ。だからあなたは怯えていたんだね。どんな祭りかはわからないけど、生贄にされるんだったら、嫌よねー。でもそんなことじゃ先へ進めないわよ。あなたは私と一緒に調査するんでしょ？うん、そのために協力してもらうつもりでいた。でも、サリアは僕として関わりを遠ざける必要がある。僕に、いい考えがあるんだ。霊夢くん、あなたのところに、カモスラージュさせてもらうよ。ポケットに入るって、イリス。まさか、そんな隠れる術的なことができるのかしら。霊夢さん、驚きなんだけど。なるほど、つまり私のポケットの中だと安全で敵にも見つからないってわけね。でも、どうしてそんなサリアから避けているのよ。祭りのことも話せば分かってもらえるし、あなたが怯えるような儀式、霊夢さん知らないからどんなものか分からないけど、他に方法はあるんじゃないかしら。なるほど。まあ現地の人間じゃないし、集落にはどのような人間がいるかなんて前情報を持っておくのは難しいわよ。それに歓迎されているのならそれを振り切るのも、失礼なことをしていると思う。まあ、あなたとしては怖かったのね。じゃあ、霊夢さんが実際にその集落に行って、この目で確認してみるわよ。イリスが見た光景を拝めばいいだけだし。だからイリス、あなたはそこで隠れててちょうだい。いやいや、あなたがいやいやなだけだったんでしょうが。調査なんて腐るほどできるわよ。じゃあ、このゲートを進めば集落に出れるのね。一応、サリアとは声かけたわけだし、案内してもらえそうね。あ、サリア。ごめんなさいね。全然来ないから心配しちゃった。まさか帰ろうとしていたのかな。まだ村の中まで案内できていないのに。いやいや、ゲート前まで来て、帰るなんておかしいわよ。ここまで来る道のりだって険しいのに。まあ、来てくれたんだから嬉しい。でもイリスはもういないのかな。最初に来てくれたお客さんだったのに。でも霊夢ちゃんだけでも嬉しいよ。霊夢ちゃんには村のことをたくさん教えるし、村に住んでもらうからね。あ、そのことで気になったんだけど、家は借りれるかしら。最悪、野宿を覚悟していたんだけど。
もちろん貸すつもりだし、霊夢さんのお家にしてもらっていいからね。じゃあ、村へ案内するよ。サリア、最初は優しく案内してくれたのに。どうしてなんだ。ああ、イリスちゃんもいたらよかったな。イリスちゃんが戻ってくるようなものを用意しなくちゃ。ふふ、ここが私が住んでいる村なんだ。村といっても遺跡の中にあるへんてこなものなの。遺跡は古びているけど、歴史を感じられるんだよ。へえ、あちこちに遺跡の跡があるわね。遺跡に囲まれて生活している集落なんてあんまり聞いたことないわね。珍しいものかもしれないね。じゃあ、霊夢ちゃん。まずは霊夢ちゃんのお家から見ていこうか。私が案内するね。私のお家、どこにあるのかしら。霊夢ちゃん、あれを見て、今日からあれが霊夢ちゃんのお家だろう。え、あれがお家？うん、すごくとっても立派なお家なんだ。実はイリスちゃんもここに住んでいたけど、逃げちゃったから。その代わりとして新しく来た霊夢ちゃんに譲り受けてもらいたいんだ。なるほど。そういうことか。でも私が知らないだけで、海外にはダイナミックなところを住居にしているのね。どう？気に入った？これから村人として過ごしていくんだから、しっかりと、噛み締めておいてほしいな。まあ、まだ住んでないからしっかりとした評価はできないわよ。でもこういうものを用意してくれるのはありがたい。正直野宿なんて、したくなかったもの。それならよかった。じゃあ、霊夢ちゃん。お家の方を見ていっていいよ。私はちょっと用事があるからね。またね。サリアから村を案内してもらったわね。なんだかのどかでいいし、遺跡に囲まれているのは違和感あるかもだけど、大自然の息吹を感じられるし、悪くないといえば悪くないわ。まあ、これから村に住んで何をしていくか決めないと。でもそこら中に遺跡があるのだったら、何か目星い鉱石とか、宝が出てくるんじゃない？あいにくツルハシとかそんなものを所持してないから、掘り起こせないけどさ。実は僕もなんだ、ここに来た時には遺跡が抜けて驚いた。すぐに調査に飛びかかろうとしたんだ。あら、そうなのね。まあ、日常生活で間近に遺跡があるなんて考えられないわ。まあ、霊夢さんは神社にいるのだけどね、毎日なんだかワクワクというか、ドキドキするって感じ。それにね、この地にどんな文明があったとか、いろいろ知りたいじゃない。溢れ出る探求心がここで知りたがっているのよ。イリスはこの遺跡を調べるんでしょ。私も知りたいし、あなたのために協力するわよ。そう言ってもらえて嬉しいよ。もっと、ここで話していてもなんだ。とりあえず家に入ろうよ。おお、ロッジやバンガローみたいな雰囲気の家ね。おしゃれやねー。いいじゃん、自然とエコロジーを感じながら生活するなんて。生まれ変わったら妖精になって、自然で生きたいと夢見てたけど、まさにそれを叶えられるんじゃない。イリス、なんでこんないい家を手放して、サリアから逃げたのよ。僕には難しかったんだよ。目の管理や嬉しかった。君と、どこか、頭のネジがぶっ飛んでいて、容赦のない勢いで、僕を祭事に参加させようとしていたんだ。霊夢君にはまだ頭ないだろう。だから気をつけてほしい。生贄にされたら生きて帰れるかどうか頭ないことだから。まあまあ、あなたはすでに知っているけど、私は知らないからね。ちゃんとこの目で見てみなくちゃ。それでは、霊夢君、来て添え添えなんだけど、地下に来てほしい。え、地下？なんで地下室があるのよ。これは霊夢君に見せておきたいんだ。そこは段差があるかな。気をつけて降りてほしい。大丈夫、トラップとかないからさ。はぁ、家の中に地下室があるなんて。でも、遺跡に囲まれた村だし、あって当たり前な空間なのかしらねー。とりあえず降りて行ってみるかしら。トラップはないと言っていたし。え、これ、地下室というよりか、遺跡内部って感じがするのだけど。そうなんだ。で、イリスは私に何を見せたいの？この空間、何もないんだけど。ああ、霊夢君、
壁画の文字なんて書いてあるのかしら。ねえ、イリス。確かに文字は書いてあるわ。でも霊夢さん、こんなつぎはぎとした文字、見たことないし、何かの古代文字みたく、そんな感じがするわよ。これってさ、解読しないと、なんて書いてあるのかわからないじゃない？ああ、僕もそう思ったんだ。何かの古代文字である。もしかしたらこの字で栄えた古代文明、ディノテヌト。ディノテヌトという文明がかつてあったのは知っていた。でもここは確認対象エリアに、探検家もなかなか訪れない鬱蒼とした密林の奥地に佇む。ただ、この文字こそがそのディノテヌトの文明のものであると考えている。他の文明の可能性もあるが、サリアガイユにはそれらしいんだ。だからネイム君なら、と思っていたが、やはり解読は難しいようだね。ごめんなさい。さすがの私もそんな解読できるほどの人間じゃないの。しがない巫女さんには何もできないわ。いや、そんなことないよ。見てもらいたかっただけだし、この遺跡を調べるためには、解読をしないと厳しいものがある。女神とに聞いても、大した情報は得られなかったし。そうね。他にも見て回らないと。ここだけで完結しちゃ、何もわからないわ。ネイムちゃーん、ネイムちゃん。サリアが。ネイムちゃん、いたこんなところにいるなんて。あら、サリア。どうしたの？どうしたのよ、じゃないよ。ネイムちゃんのお家の様子を見に行ったら、姿が見えなくて、もしかして逃げ出したのかと思った。ここは地下室だけど、何もないよ。お日様も当たらないし。だから外に出よう。ネイムちゃんに、渡したいものあるから。あはは、ごめんなさいね。あら、包み紙に入っているわ。何これ？レイムちゃんには村で一番自慢の美味しい食べ物を食べてほしいの。こう見えても、私のお母さんが作った自信作なんだよ。え、そうなのね。じゃあ、いただかなくちゃ。美味しいから食べてみてね。これ、イリスちゃんにも食べてほしかったな。戻ってきた時に渡すつもりだよ。それじゃあ、いただきます。わぁ。なんだろう。口の中で幸せなハーモニーを感じられるわ。甘くて少ししょっぱいけれど、それがアクセントになっていて、ちょうど舌にも優しい。レイムちゃん、美味しかったんだね。嬉しいなぁ。こんなに美味しいのならイリスちゃんも食べたくなって、戻ってくるはずだけど。サリア、あなたはそんなにイリスっていう子が村に戻ってきてほしいと思うのね。うん、イリスちゃんと友達になったのに、逃げられたから。何度か村で捜索を考えたけど、もう遠くに逃げちゃったかもしれないし。ま、わかるわ。友達に裏切られたら、ショックも大きいし、ご飯が喉に通らなくなるくらい。でもでも、今はレイムちゃんというお友達がいるから、寂しくないんだ。いつかイリスちゃんも戻ってくるだろうし、その時は一緒に歓迎しようね。じゃあ、レイムちゃん。また明日、会おうね。もし困ったことあったら、私もお家においで。何でも教えるし、助け合いをする仲間だよ。ええ、サリア。ありがとうね。友達にしてくれるなんて嬉しい限りだわ。あれ、落とし物？なんか落ちているわね。何かのカードみたいだけど。玉作りミス丸？って書いてあるけど、あの職人さんかしら。じゃあ、使ってみようかしら。そういや、このカードってこうすれば。はいはい、呼ばれてきました。安心と信頼を常に考え、商売を心がける、玉作りミス丸です。白霊霊夢さん、どうしましたでしょうか？あ、もしかして仕事中だったかしら。悪いわね。実はあなたのカードを見つけたから、それを拾って、この場所に召喚した次第なんだけど。いえ、暇をしていたので大丈夫ですよ。にしては霊夢さんからオーダーが入るなんて珍しいことやら。私でよければ何か協力しますよ。協力してくれるのね。それはありがたいわ。じゃあ、あなたにもあれを見てもらおうか。なんとか騒がしいなぁ。で、霊夢くん、その子は何なんだ？速やかなお仕掛け？あ、イリス。違うわよ。ミスマルっていう子なのよ。イリスさん、はじめまして。霊夢さんにお呼ばれされてきました。して、この場所は何でしょうか？急に熱くなっているように感じますが。それについてハートで話すわね。
それより地下室を見てもらいたいの。ビームくん、もしや、壁画の文字を見てもらう感じ。壁画の文字、何かあるのでしょうか。この場所は一体。壁画を見てほしい。文字が書かれているんだけど、この絵文字で解読する必要があるんだ。ミスマル、できるかしら。なるほど、解読が必要なのですね。わかりました。やってみましょう。あ、その前に契約料として、1600ゴールドをお支払いいただきましょうか。え、お金取るの？そこは知り合いのよしみでタダで。タダではいきませんよ。こちらも商売ですからね。ビームくん、調査の神が。ピエン？ビームは1600ゴールドを支払った。ありがとうございます。では、では、解読をしてみますよ。どう？何かわかったかしら。まずいですよ。なんと、とてもじゃないことが書かれているようですが。え、もしかして解読できちゃったのかな。それでなんと書いてあるのよ。もったいぶらないで話してちょうだい。わかりました。私にはわからないのですが、この地に根付く文明のお話です。太古の昔、ピノケルドと呼ばれる小さな文明がありました。彼らは太陽の神であるピラケスと、を崇め、信仰していました。村は干ばつに見舞われ、穀物も育たない辺境の地でありましたが、豊穣の神であるピラケスとは雨を降らし、恵みを分け与え、穀物を十分な限り成長させたそうです。そこからピラケスとを崇めるために人々は遺跡を作り、後世に残そうと考えたのです。でも、ピラケスとは人々にこう伝えました。いつの日かこの世の終わりが近づいてくる。抗うこともできない大きなものだ。私の力を振り絞ってもそれをどうすることもできないほどだ。そう言うと、その日からピラケストは姿を消してしまいました。死んだのか、別の世界に行ったのかはわかりませんが。その言葉を信じた彼らはこのピノケルドルインズを祭壇として残し、人が寄りつかない鬱蒼としたジャングルの奥地に隠していました。果てしなき密林が続くこの地では様々な文明が位置していたはずです。彼らのピノケルド文明もそのうちの一つ。たった一つの希望を与えたのが豊穣の神でした。太陽の神と豊穣の神という二つ目を持ち、人々に誘ってきたのは、文明を残すため。そうして生まれたピノケルドルインズは秘境の中の秘境。誰しもが密林のオアシスを見つけられたのならそこへ近づいてくる。ピラケストは遺跡の中に万物を誇るものを隠したと言います。その宝を探す村人もいましたが、遺跡のどこにあるのかわからない。この文字は、ピノケルドという文明の文字ですね。私もギリギリ解読できただけに、なんだかつい最近書かれた、ような気もします。滅んでからつい最近というような。はい、解読しましたが、どうでしたか？まさか解読できる人がいるなんて、僕、諦めムードだった。すごいよ、すごすぎる。ありがとう。気になっていたこと、まとめた。これならはかどるし、報告書もいい感じになる。役立ててよかったです。でも私も気になりますね。霊夢さん、ついてきてよろしいでしょうか？もちろんいいわよ。むしろ霊夢さん的にはこういうの疎いから説明できやしないわ。あなたのような石とかに詳しい人がいたら頼りになる。それになんだか遺跡を見て回るなんていいじゃないですか。冒険しているみたいですし。なんだか疲れたわね。イリスに、ミスマル。ありがとうね。こちらこそ、全く進展がないと思っていたけど、レイム君のスキットのおかげで進んだ。これでピノケルドルインズの謎を解き明かすための近道にもなった。あら、よかったじゃない。でも、あなたの言う、謎とはまだあるのかしら。さっきの文字からもなんとなく書かれて吐いたけど。それだけでは完結しないよ。僕はもっともっと調査を進める必要がある。遺跡のどこかに宝を隠している、とあったなのへ。そいつを探そう。面白そうね。じゃあ、引き続き私も同行するわよ。イリスちゃん、いるんだ。戻ってきてくれたみたいだし、嬉しい。それにしても霊夢ちゃんとイリスちゃん、何をしているのかな。私だけ内緒だなんておかしいよね。私も二人に話を聞かなくちゃ。もしかしたら、逃げようと考えているかも。そんなことはさせないよ。二人はもう住民だから。私も村の人もそう。歓迎している以上、最高のもてなしをする。たかが楽しみに待っててね。霊夢くん、早速調査しようじゃないか。
なんでもこの遺跡のどこかに未だに誰も見つけたことがないというお宝が眠っているという。研究者たるもの、そのような情報を耳に入れては見逃してはならないんだよ。僕も可能な限りを尽くして見つけ出さなくちゃ。私も気になるわね。だいたいそのお宝がどんなものなのか調べたくなるし、かといってエリス、あんたに独り占めされたら、嫌よ。そんなことしないよ。こりゃね、霊夢君と一緒に見つけるものだからね。それで、そのお宝とも言うべき秘宝を見つけるためには僕が長年愛用してきた探知機で探そうと思う。こいつは嘘偽りもない優れものさ。以前の研究でも数々のお宝を発掘することができたからね。なるほど、信頼できるわね。霊夢さんもお宝探しなどあまり得意じゃないから、そういうのがあると非常に助かるわ。じゃあ、イリス、早速試してよ。わかった。使うよ。霊夢君、早速とやら反応した。どうやらもうすでにその月の中にあるとのことだ。なんですって、じゃあ掘り起こさなくちゃ、ふおおお。霊夢君、すでに掘ってる。ひび根もいらない感じだなこれ。硬い、イリス、めちゃくちゃ硬いわよ。硬いってことは宝石とかなんじゃないかしら？宝石の可能性があるな。いいぞ、霊夢君、そのまま、掘り返しておくね。この私が世紀の発見をしてやんよ。ん？イリス、掘り起こしたのだけど、これって。ああ、これが隠されたお宝。なのかはわからないけれど。ああ、太古に生息していたであろうディノテルドサウルスの化石だ。恐竜の化石かしら。へえ、大昔にここにいたってことね。でもイリス的には調査しがいのあるんじゃない？まあ、それも貴重な研究データになるから預かるよ。けれど、これがディノテルドレインズに隠されし、秘宝とは言い難いな。そうよね。恐竜の化石もすごいけど、もっとすごいお宝があるんじゃないかと思うわ。そのすごいものといえばやっぱり宝石かしら。宝石かもしれないのと、ディノテルドの文明が残したオーバーツのようなものかもしれないんだ。僕としてはそれらを見つけることができれば、それに見つけた暁に霊夢君にもあげてあげるよ。ええ、当然よ。じゃあ早速。霊夢ちゃん、イリスちゃん。やばい、サリアンだ。隠れなきゃ。ああ、ダメだよ。イリスちゃん、そうやって隠れて、戻ってきてくれたんだね。嬉しいなぁ。サリアじゃない。どうしたのよ、険悪な顔なんかして。ねえ、霊夢ちゃんにイリスちゃん、教えてほしいことがあるの。二人して何をしているのかな。私、気になるんだ。な、何もしてないよ。そんなことないよ、私も教えてほしいの。それにね、ここから逃げようと考えていたら大変だから。ねえ、教えてよ。逃げるわけないし、僕もネイム君と共にここ、ディノテルドレインズを調べている。それ以外に何もないんだ。サリア、君には関係ないだろう。関係なくても、教えてほしいの。イリスちゃんは私から逃げたものね。だからもう逃がさないよ。ここのことを知りたいのなら仲間に入れてよ。イリス、意地悪するわけでもないし、入れた方がいいんじゃないかしら。ネイム君が言うのなら。わかった、サリア。仲間にしよう。わーい、ありがとう。私も仲間だなんて嬉しいよ。これでいいでしょ、サリア。それに僕が遺跡に隠された秘宝を探している。サリアは秘宝のこと知らない？秘宝？確か私の住んでいる村ではたくさんのお宝が発見されているそうなんだ。でも先人の人たちがいろいろ持って行ってしまってね、私も見たことないんだよね。そうなのか。でも僕があなたに目を宝を発見するんだよ。この探知機を使ってね。サリア、直感でもいいからありそうな場所を案内してくれ。えへへ、イリスちゃんと会話するの楽しいなぁ。じゃあ、案内するからついてきて。ねえ、霊夢ちゃんにイリスちゃん、何してたの？もしかして逃げようと。逃げてないよ。サリアの足が速いだけだ。それでここはなんだ？何があるの？ここは通称、叫び声が途切れる外れ小道、と呼ばれているんだ。昔ね、ここで争っていた人間がいて、そこから由来が来ているの。
ってね。私も気になっていたのだけど、ここに何か埋められているんじゃないのかな。何か埋められている。そういえばさっき恐竜の化石を掘り起こしたけど、まさかここにも。ああ、掘り起こしてみるのもいいし、探知機によるとここを示している。何にもない。イリスちゃん、便利なものを持っているんだね。私も祭りに必要なものかもしれないから確かめなくっちゃ。ねえ、霊夢ちゃんに。イリスちゃん、こんなものが落ちてたよ。それはカード。変わったカードだね。じゃあ使ってみるよ。あ、サリア。誰が我を呼び起こしたのだ。びっくりした。ふふ、ここに出てきたのも数千年前のことかも。それにしてもお前たち、不死身のモンスターである我に何をしようと。特に何もないのだけど、カードがあったからね。な、カードだと。なるほどな。我を異様に使いたいという魂胆が、まるでにじみ出ているではないのか。許せないことかもな。え、それはダメなことだ。我は人間どもに異様にこきを使われるという筋合いは1ミリもないのだ。よって、怪しげなお前らを許してはならぬ。ここでお前らを葬り去ってくれる。さあ、サリアに手を出すな。イリスちゃん。ふん、我に抵抗などおこがましいぞ。さあ、そいつを食わせろ。食わせろー。ヨシカ君、やめなさい。その人たちは美味しいディナーではないわよ。何？お前は一体、そしてこの我を知っている？ええ、知っていますとも。全く主人がいないから制御できてないのですね。じゃあ、私が代わりに。やめろー。ミスマル、ナイス。これで大丈夫ですね。動かなくなったのか。よかった。ミスマル君、ありがとう。いやいや、とんでもないですよ。霊夢君たちに協力してなんぼだもの。サリアを襲おうとしたからびっくりしたわ。でもあんたのちょうどいい反撃でなんとかなったけど。あ、霊夢君、都ヨシカ君の分のゴールドもお支配しなとならないですよ。え、金取るの？霊夢は1700ゴールドを支払った。サリア、大丈夫？イリスちゃん、私のこと気にしてくれていたんだ。嬉しい。まあ、そう気にしちゃうよ。襲われそうになって、見て見ぬふりなどできるわけがないかな。イリスちゃん、ありがとう。イリスちゃんはサリアのお友達だよー。ちょっと、苦しい。あんまり泣きつかないでほしいな。僕、泣きつかれるの慣れてないからさ。へへへ、だってだってイリスちゃんが戻ってきてくれて嬉しいからね。もう二度と話さないよ。ふふ、襲われずに済んでよかったわね。じゃあ、どうしましょうか。他にもここに秘宝はあるのかしら。そうだな。探知機は反応してないが、まだ掘り返せば何かあるかもしれない。ねえねえ、二人にいい話があるよ。そろそろ村の中央広場でね、お祭りを行うんだ。よかったら参加してほしい。イリスちゃんも最後まで参加してほしいし。おお、それか。わかった、行くとしよう。でもサリア、僕とレイム君とで、ここで秘宝を探し出さないと、終わりないんだ。うん、わかった。でも絶対に来てね。ては、レイム君、探知機はもう反応を示さないが。で、何か音がしたけど。イリス、あそこ、あの壁のようなところが崩れて、道が続いているわよ。道？なんだか怪しい。レイム君よ、広場に戻る前に一度寄ってみようじゃないか。もしかしたら、お宝があるんじゃないのかしら。なんだかそんな感じがしてきたわ。そうだね。むしろそれが願ったりかなったりだよ。耳鳴るとのような輝きを放つ動物。なあ、レイム君、僕たちが見ているのは本当にあの道に続いている場所なのかな。声にも納得をさせてくれないように、異世界に迷い込んだかのような。それにリノティヌとレインスこそも異世界のような場所なんだかな。なんだ不思議なことではないと思うのだけどさ、耳入ってくるのは幻想的な声でー。キラキラしているわね。イリス、隠されている秘宝ってこれのことじゃないのかしら。だって、私たちがあの場所で、何もしてないのに、突如、切り開いたのよ。何にもないよ。これが秘宝というの
これは、マータ壁画ってやつかしら。でも大昔の人がここに宝を隠すんだから、メッセージ的なものを残したんだと思うわ。解読が必要への呪いだね。また力を借りるしか。確かに、私たちの知っている文字と似ているわ。それで内容は、草原にかける旅人の儀式。太古昔にディラケストを信仰する者がいた。その者は来る日も来る日も神を崇め、平和のあるこの国の栄華に、感謝を述べていた。しかし、ある時から国のお宝が豪族の信仰により、奪われていくことになった。悲しんだ王族のため、果敢な勇者は追いかけていった。そして豪族は恐れていた。この国、いや、村には秘密があると。そして北条の神の信頼を手繰り寄せて、約束の地へ連れて行ってもらえると信じていた。もはや戻ってくることもない神をいつまでも信仰し続け、やがては歯車も狂い出すにいたのだ。そこからが私の見たことを書き記そう。まずは村の連中だ。彼らも豪族と争ったのだろう。絶えもない争い。いつまで続くのか。血の滲むような日常が続いた。一夜に悲鳴を聞けば、その次も悲鳴を聞く。当たり前のようにむごたらしいありさまを目にしている。私も三日も足らずして、発狂寸前のものである。が、彼らのしていることはただの争いではない。儀式なのだ。その儀式は北条の神へ捧げるためだ。彼らの娯楽の一つでもある食費の欲望はそこを尽きないのだ。だが、それはだんだんと悪いものになっていくのだ。なぜなら、彼らは神へ捧げるために、村の人間を次々祭りに参加させる。そうすることで北条の神は喜び、人々に恵みの雨やら降らせたりするのだ。しかし、冷静になって考えてみよう。この儀式と信仰は繰り返し終わらない。いつまで続くか。私もいつまでここにいるのだろうか。未だにこの土地は当時のまま、変わりもしないでいるのだ。そんな辺境の地に住み続ける人間はもう、当時のような暮らしはできない。それと最後にこれを読んでいる人間がいるのなら教えよう。今すぐに、ここから離れることをお勧めするよ。私は、もう逃げれない。包囲されている。だって、イリス。つまりそういうこと。この文字を書いた人間も僕たちと同じ運命にたどっている。え、サリアを含め、あの程度に住んでいる村人たちはディラケストを信仰してきた者たち。そして外部からやってくる人間や村の人間の信仰への対象としている。最初こそは村人が儀式に参加させていたが、イデミエに捧げていくにつれ、もはや少なくなってしまい、自分たちの一族が滅んでしまうという恐れがあった。子孫繁栄に恵まれず、ただただ北条への神、そして太陽への神として崇め、古代文明でのディルドレインズでは儀式が繰り返されてきた。そして時代が進み、この日はいつしか秘境と呼ばれるまでに至った。秘境と聞けばこれに緊密なに出会ってきた僕たちのような人間がその時まで赴く。そしてそこに住んでいる少数の村人たちは丁寧に案内する。そう、その儀式のことを崇めに目指してはならない。そのことを死に場に出られてしまうからだ。サリアは僕とリーヴ君をあんな感じで案内してたし、ミリオへとした時には死にも負けないで追いかけてきた。リーヴ君、サリアはいいやつそうに見えて、実はイデミアに住むために僕たちを狙っている。まずいことは言わない、一緒にここから逃げよう。え、でもサリアはそんな感じには。儀式って言っても、生贄とかそんなことはしないと思うわよ。いや、神妙はできないと思う。リーヴ君もここに来て、サリアと離れるのは悲しいけど、あなたがそう言うのなら従うしかないわね。これが外よね。ああ、外だよ。ちょうど外に通じていたのも不思議だ。
またあの中に戻れない遺跡の中だけど、もう僕たちは秘密を見つけた。あれが宝だったのかもしれないし。ここの残りは何もないよね。じゃあ、レイム君に声か。ああ、そうね。イリス。悲しいけど、私も儀式に参加して生贄にされるのは嫌だと思う。それに先人が犠牲になった分、私たちに教えてくれたのよね。うん、それがなかったら真実を知ることはできなかった。このことは、帰ったら会議で報告しないとだね。レイム君も行くところはあるのかい？行くところか。そうね。私もこの世界に迷い込んだみたいで、他にどこに行くかと聞かれたら、わからないわ。まあ、無難にあなたについて行こうかしら。レイムちゃんにイリスちゃん、どこへ行くの？サリア？おかしいなぁ、そっちは村じゃないよ。戻ってこないと思ったら、やっぱり逃げるつもりでいたんだ。レイムちゃんもイリスちゃんも私のお友達。なのになんでなのかな。そろそろお祭りが始まるよ。だから参加しようよ。ここから出ても面白くないし、村で暮らせば楽しいんだから。サリア、僕たちは騙されないぞ。儀式に参加して、生贄になるのはごめんだ。何を言っているの？私の村ではそれが当たり前だよ。いやとかそんな問題じゃないよ。家族同然なんだもん。だからね、二人は参加しなければならないんだ。ほら、行くよ。逃げるなんておかしいもん。あはは、レイムちゃんにイリスちゃんは私の友達だし。レイム君、もう逃げろ。あ、待って。全力で走ったわね。もう大丈夫なす。どうして逃げるの？戻ってきて。くそー、また追いかけるつもりか。でもサリアもついてこれないやす。ここなら僕のテントの近くまで行けるよ。お願い。レイムちゃんは友達でしょ。なんでイリスちゃんと逃げるの？サリア、ごめんね。やだー。ねえ、イリス。木漏れ日が眩しいわね。うん、静かに読書するのには向いていそうだ。レイム君もコーヒー入れたかな、どうぞ。ありがとう。気が利くわね。よかったのかしら。サリアのあの最後やむを得なかったんだ。悪いことをしたと思うし、サリアのことを考えれば選べるしかないんだ。ティネト、ティノティネトレインスはあの子に強すぎるよ。公園上への神が愛してこない文明だからね。サリアにもきっと僕たち以上に素敵な人に出会い、そこに考えを改めてほしいと思っている。彼女は悪いところはないはずだからさ。そうだね、レイムさんも思っているわ。こうして私はディノケルドルインズと呼ばれる密林の奥地に佇む不思議な遺跡の探索を終えた。不思議と不思議が交差していたが、明るみに照らしていいものではない気がする。なぜならば秘境に伝わる秘密なのだから。そこに訪ればきっとわかる。もし次なる探検者がいるとしたら、どうなるのか。サリア、裏切ってごめんね。でも私はあなたと友達でいたいよ。もし、再会できる日が来たらね。こうして木漏れ日の光を浴びて、静かにまぶたを閉じるのだった。